数が多い生き物、ヤリマンボウ。ヤリマンは世界中の温帯や熱帯に生息するマンボウの仲間です。水族館にいるマンボウは普通のマンボウが圧倒的に多く、ヤリマンボウとはかじびれの形で見分けることができます。また普通のマンボウと違い、 250m の深海で生息しているので、普通のマンボウよりも著しく発見数が少なく、詳しいことが何も分かっていません。日本だと冬に山陰の日本海沿岸に漂流する個体がしばしばいるそうです。見たことある方は僕を登録してください。